岩木港と岩木地区湯下島を中心部上島町は愛媛県北部に位置する町。瀬戸内海の25島で構成され、海上で広島県尾道市や福山市に接する。上島町は瀬戸内海のほぼ中央、愛媛と広島の間に点在する芸与諸島の中でも愛媛県側で最も北東に位置している。広島県尾道市野島に近く、 最も近い粋名島の場合、その間はわずか300メートルであり、生活圏は、因島側に属している。大島の東方に、魚島、高生新島がある。上島とは、古くからの島地域一帯の名称である。半世紀には、大見島及び今日の上島諸島のうち、粋名島、岩木島は、伊予松山藩の領地であった。松山藩では密が浜を境として、 それより、上の地域、岩木、駅なを上島、下を下島と呼んだ。これに由来するとするのが一説である。今日では、大三島が上島と呼ばれることはない。上浦町教育委員会、上浦の小道3月による。また、中世に、大山住神社の自社領であった三島七島を構成する島の一つ、上島に由来する説もある。江戸時代には、 松山藩と今治藩に分かれて統治されていた。東西の瀬戸内航路の要衝であり、西国の初大名の参勤交代路にもなり、商業と海鮮業で大いに賑わった。古くは農業、水産業、主産業としてきたが、近くの因の島はじめとして造船業が盛んになると、造船所で勤務する人が増え始めた。 日立造船の造船所があり、この地域の造船業の中心地であった因島との結びつきを強め、ベッドタウン的な傾向を持つようになった。ところが、オイルショックとそれに続く造船、海運業の不況により、離職者が相次ぎ、島が沈むとまで言われた。そうした中、上島町を構成していた旧自治体は、それぞれの道を模索してきた。例えば、 上島諸島の中で最大の総面積を持つ旧、湯毛町は、上島下橋構想の一つである、湯毛大橋の建設など、交通条件の改善に着手した。旧池名村では、スポーツ合宿村を核とする基本構想を策定し、村民が一体となり観光、スポーツ立村実現に向け積極的に取り組んできた。また、旧岩木村においては、 柑橘類を中心とした農業、水産業、造船業等の産業振興、観光振興に力を入れてきた。旧魚島村では漁業振興のほか生活環境の整備に努めてきた。現在は激変期を過ぎて落ち着きを取り戻した静かな町である。過疎化と高齢化が著一印、瀬戸内、島並海道を北側に望む離島である。 立地条件が足枷になっている。初代第3代、第5代、上村俊幸旧湯下町議会議員出身の初代、上島町長。町長選では単独で立候補し、無投票当選した。人気満了に伴う2008年、2012年の選挙で再選された。総合支所方式から文町方式への転換を表明している。 2020年の選挙で現職町長を破って再選。第4代、宮秋薫級岩木村職員、上島町職員、上島町議を経て2012年の上島町長選挙に立候補するも落選。人気満了に伴う2016年の選挙で現職町長を破って当選。無人島になっていた高根島に移住して、無農薬農業に取り組んでいた。 合併協議では、上島地域が離島の集合体であることから、合併後の姿の選択肢として、次の4つが想定された。当初、島並市構想が模索されたが、昭和の大合併でも両県が受理しなかった経緯があり、腰圏合併の高いハードルから断念せざるを得なかった。その後今治市との合併も検討されたが、因島の生活圏に属する特徴を踏まえて、 地域の特性を保存しようということで、2002年8月9日に正式に今治市との合併断念を表明。湯気町、魚島村、生き名村、岩木村の4町村で合併することになった。農林業、介護福祉事業に力を入れている。農業柑橘類、岩木島は青いレモンの島で知られている。漁業大など魚島の周囲はタイの漁場として知られている。 湯げ島では昔から海苔の養殖が盛ん。近年は一部の業者が養殖のノウハウを生かして低地網漁も手掛けている。2011年の製造業等出荷額は539億4300万円で輸送用機械が最も高い割合を占め、次に金属工業が高い割合を占めている。輸送用機械では岩木島に 今治造船グループの岩木造船の本社、工場が立地しており、島の大きな産業となっている。金属では、船用部品やクレーン等の製造を行う岩木テックの本社、工場が立地するなど、造船関連の産業も盛んに行われている。小学校、編集中学校、編集高等学校、編集高等専門学校、 編集ゆげ高校の通学補助上島町教育委員会では定員割れで存続が危ぶまれている町内唯一の高校愛媛県立ゆげ高等学校の生徒を確保し地域活力を維持していくため同校に通う生徒への通学費補助制度がある当該から通学する生徒を対象にフェリーの定期代の半額を補助するほか自転車購入費用として上限1万円を補助する なお、近隣の当初部では、定員割れから、愛媛県立大三島高等学校、愛媛県立大島高等学校がそれぞれ、今治市内の県立高等学校の分校となっている。今治市博多町にある博多警察署が管轄している。上島町には、湯気、粋な、岩木、魚島に、それぞれ駐在所がある。2006年6月から、 交通事故死亡事故ゼロを更新しており、2011年12月には死亡事故ゼロ2000日を達成し、愛媛県から表彰されている。行き流橋離島のため、交通は海上交通に依存している。離島とはいえ、大きい島との距離は短く、また小さいとはいえシャトル運行されているフェリーもあり、これらが運行されている昼間に限れば極端な交通不便地ではない。なお、 フェリーは、広島県側としか接続されておらず、愛媛県の主要部分に自動車で直接渡る手段はない。ただし、隣接する愛媛県今治市へは高速艇が出ており、人員のみであれば直接行くこともできる。島内道路。県道事業として、湯ゲ島と佐島との間に、湯ゲ大橋が、また、佐島と行き島の間に行き橋がかかっている。将来的には、 いわき島を経て、博多島へと橋をつなげていく構想がある。一般国道、編集都道府県道、編集大島を除き各島の港から、羽生港、今治港などへの航路がある。メイン航路は、今治いわき佐島湯気の快速線航路で、大島、博多島への帰港もある。このほかき名島から因島への航路は2つの港から、発着しておりメインの立着港からは、 長栄フェリーが渡し船間隔でハブとの間を結んでいる。また、岩木島の北側、小コギ港から、対岸のイ地島へのフェリーがある。他に、湯ゲ島の上、湯ゲ地区からは、イン島の過労渡しへ、日中30分間隔で、フェリーが運航している。魚島、高精新島妹は、ハブ港、港路慶予期船今バリ港、友浦木浦岩佐島湯気港、生きな港、ハブ港。 カロ渡ワダシフェリー汽船上、湯気過ロ渡ワダシ町営フェリーハブ港中央桟橋、湯気港と島高精新島大島と島、通過便がある。湯気港とハブ港の間だけの旅客利用はできなかったが、湯気,気船の航路廃止に伴い2016年4月1日以降は、湯気港とハブ港の間だけの利用も可能となった。町営線立石港ハブ港、長崎桟橋山港汽船。 島号小木港長港フェリー、岩木基船長港,港ハブ港、ハブ商船立石港ハブ港、茂井西にしこうさぎみ港,佐義三原港を主な港湾詳しい。内容は、それぞれの島のページを参照のこと。湯気島、佐島、岩木島、阿古港島,島、津波島、生きな島、魚島上、湯気地区の古い町並みサウンド派、まだ関前山山頂にある展望台、上関神社会の駅公園、 海水浴場を二浴施設その他、ありがとうございます。